プレデターズは2010年公開の SF アクション映画、プレデターシリーズの第3作目にあたる映画である。傭兵のロイスは突如閃光に包まれ、気がつくとどこかの上空を落下していた。地面の直前でパラシュートが開き着陸するが、そこは得体の知れないジャングルであった。その後、すぐに同じように落下してきたエドウィン、クッチーロ、イサベル、ニコライ、ハンゾウ。 スタンズ、モンバサと合流し、医師と名乗った、エドウィン以外は、軍人や殺し屋など、殺人のプロフェッショナルであるという共通点を持っている、ことが判明する。8名はジャングルを脱出するため行動を共にし、やがて開けた場所に到着するが、空を見るといくつかの大きな衛星が浮かんでおり、そこが地球でないことを理解する。そして未知の犬型飼料動物の襲撃に遭い、自分たちが、 狩りの獲物であることに気づく。さらに奥へ進むとロイスたちは多数の生物が殺され展示されている場所に到達する。そこは謎のカリードの狩猟キャンプであった。そこで奇怪なオブジェクトにくくりつけられたプレデターを発見する。一行は他のプレデター3体から襲われ、その場から逃げ出す。トラアレのプレデターを見た際に見せた動揺をロイスから。 問い詰められたイサベルによると、それは、かつてアメリカの特殊部隊員を襲った、プレデター生命体の特徴に酷示しているという。一行は、その後、10シーズンもの間、この惑星で隠れて、生き抜いてきたというノーランドに生命を救われ、合流、異星人たちが建設した、鉱山発掘の施設の隠れ家で敵の正体や特徴を知り、地球に帰還するために、 彼らの宇宙船を奪うことを決意する。プレデターと戦う中、プレデターにも種族があり、大種族が小種族を虐待していることも知る。プレデターと集められた人間の戦い、ある者は相打ちに、ある者は負け、数と、そしてまた一人と、カルードたちの餌食になり、命を落としていく。今回の狩りチームを全滅させ、生き残ったロイスとイザベルが空を見上げると、 かつての自分たちと同様に、どこかの星から拉致されてきた次の獲物たちが降ってくるのであった。バーサーカープレデターによって獲物として集められた人類。皆、傭兵や軍人、マフィアなど戦闘のプロフェッショナルである。彼らは皆それぞれ謎の光を見た後、意識を失った状態で地球から連れ去られ、パラシュートを与えられ、上空から放り出された。パラシュートは、 胸部分のスイッチを押すと起動する、あるいはある程度以下の高度になると開くような演出がされていたが、詳細は不明で、運悪く、パラシュートが開かず、落下死した人物もいる。また、手持ちの武器、弾薬は連れ去られた、際の装備そのままのようであるため、エドウィンやスタンズのように武器らしい武器を持っていない者も,もいる。プレデターたちの獲物として集められた別種のエイリアン、檻に入れられ、 両場に連れてこられた。ヒューマノイド型のように見えるが、昆虫のような顔をし、背中に翼下脚部のような器官がある。また体に虫をはわせている。他にも同族がいたが一人だけ生き残った。ロイスたちが探検している途中に川沿いで出くわす。エドウィンをおとりにおびき寄せ、イザベルのライフル銃で狙い撃ちで射殺したかのように、見えたが、弾は、外れており、 実際はノーランドによって射殺されていた。正式な名前はないが、元の案では、川付近で発見され、幽霊か幻のように見える予定であったことから、リバーゴーストという通称で呼ばれる。デザインをしたグレゴリーニ・ニコテロによると、フィギュア造形作家の竹谷隆之が制作した、教職走ガイバーのエローシブイバーに、デザインの影響を受けたという。本作は映像作品として、 初めてプレデター同士の対立と争いが描かれた。プレデターズの制作葬式であるロバート・ロドリゲスは1994年頃に、プレデターズという現代で、プレデター3の脚本を2つ書いている。一つは17世紀スペインのガレオン戦が、プレデターに襲われ戦員が戦うという内容。もう一つは、プレデター3用に書かれたもので、プレデターの主人公ダッチ・シェーファーと、 プレデター2の主人公マイク、ハリガンの2人が捕らえられ、プレデターの惑星で狩りの獲物とされ、プレデターたちと対決するという内容である。前2作との関連性は薄いものの、第1作目の過去に、中央アメリカに、プレデターが現れ人間と戦闘していたことが、語られるなど、前、シリーズと同一の世界であることが示唆されている。 映画脚本家サム・エフ・パークも2003年当時、シリーズ3作目の続編となる、プレデター3、ザ・デッド・リール・オブ・ザ・スピーシーズの脚本を書いている。吹雪が吹き荒れる、真冬のニューヨークを舞台にプレデターとダッチ・シェーファーが戦うという内容のもので、ロドリゲスの書いたスクリプトは、パークのものとは異なっていた。ロドリゲスは2004年にインタビューで、 プレデターズの制作に1億5000万ドルの大きな予算がかかる上、20世紀フォックスが予算不足なため拒絶されたと語っている。その結果、映画の企画は制作されずに終わってしまった。2009年、ロドリゲスは再びプレデターズの映画化に乗り出した。脚本はマイケル・フィンチとアレックス・リトバクの3人の共同で書き、以前書いた。 プレデター3用の脚本内容の一部の修正、取り入れなどを行った。監督は、ニムロット・アーントルが担当し、ハワイ島のジャングルとテキサス州オースティンのスタジオで撮影された。プレデター役には、ミスター・ブラック役にブライアン・スティール、デレク・ミアーズなども、プレデター役で出演した。また、アーノルド・シュワルツェネッカーが、カメオで出演するとの噂もあった。また他にも、 プレデター2に出演していたヘンリー・キンジが、ダッチ・シェイファー役、トーマス・ロザレス・ジュニアが、カール・ディロン役で、そして、ケイン・ホッターが、ダニー・ハリガン役、スティーブン・ハーが、ゲイリー・キース役で出演するのではないかなどの噂も存在していた。2010年3月12日から3月16日に、テキサス州オースティンで開催される、SXSW 映画祭で、 ロバート・ロドリゲスとニムロット・アーントル監督が、プレデターズのプレゼンテーションを行うことが決まり、プレデターズの映画の予告編を最初に見ることができた。日本では元大相撲横綱、朝昇龍が、宣伝横綱に就任。PR イベントでは、スーパープレデタースーツを着て、宣伝をしている。日本では2010年11月17日に、トリロジーブルーレイボックス、ブルーレイ DVD セット、コレクターズエディション DVD が同時発売された。トリロジーブルーレイボックス、ブルーレイ &DVD セットは予約特典として映画のその後を描いた英語表記のコミックが封入されている。また、いずれのパッケージに関してもファルコナーが題材となっている。2010年の6月9日から映画本編以前の出来事を描く。 プレデターズ全4号が毎週にわたって販売。2010年7月14日には映画を漫画化した、プレデターズと物語のその後を描く、プレデターズ、プリザーブ・ザ・ゲームがダークホース・コミックスから発売された。日本未発売。ライターは、マーク・アンドラコ、ポール・トービン、デビッド・ラップム。ペンシラーは、ギレルミ・バルビー、ガブリエル・グズマン、アーラン・ジェファーソン。 ビクター・ドルージーニューが担当した。映画本編以前の出来事を描くコミック版では、ノーランドとアメリカ海軍特殊部隊のドレークの物語、ウェルカムツー・ザ・ジャングル・トロイスの物語、A ・プレデトリー・ライフの2つの短編ストーリー構図になっている。アフガニスタンの山でテロリスト抹殺の任務に当たっていたアメリカ海軍特殊部隊たちがテロリストの自爆テロに遭う。 爆発の瞬間、意識を失った彼らは、気がつくと、得体の知れないジャングルに着陸していた。彼らはプレデターに襲われ、多数の兵士が殺される。唯一生き残ったドレイクは、ノーランドという、何年も前からこの惑星で過ごす男に出会い、プレデターについて話を聞く。両者の中は、不安定ながらも、プレデターを倒すため、手を組み協力しようとする。 後に二人はプレデターを引きつけ、罠で捕らえようとする。その時、プレデターファルコンにその様子を察知され、ドレークはプレデターに殺され、ノーランドは彼が殺されることを知る。登場人物紛争が続く腐敗したアフリカのとある国の独裁者が、テロリストと呼ぶ反政府勢力を一掃するため、ロイスを傭兵として雇う。ロイスが反政府勢力抹殺の仕事をしている時、 ロイスを影から密かに謎の生命体が後をつけて見張っていた。登場人物映画の後の話である。ロイスとイザベルは生き残ったが、イザベルが怪我をしていたこともあり、ロイスの要望により別れることになる。ロイスは2ヶ月間、一人でプレデターが送り込んだ凶暴な生き物たちを殺し続け、自分こそが最強の殺しだと証明してみせる。後にロイスは、 イザベルの助けが必要だと彼女を探し、再び一緒に行動をする。その時、プレデターは新たなプレデター、4、アーマープレデターを送り込み、ロイスとイザベルは生き残るために戦いを余儀なくされる。登場人物、ロイス役のブロディは今作のシリーズ化に意欲があり、それを促すことに努めると語っており、作品のラストも含みのある終わり方となっている。 2014年6月にプレデターの1作目に出演したチェーンブラックはフレッドデッカーがスクリプトを書き共同でプレデターの4作目にあたる続編を制作すると20世紀フォックスに発表したロドリネス監督の本作プレデターズとは別の話の続編となる見通しであるというありがとうございます